薄曇りの静岡県沼津市です。足高多目的競技場からお送りしてまいります。さあ選手が入場してまいりました。右側がアスルクラブ沼津、そしてアウェーの盛岡が左側です。さあそれではアスルクラブ沼津のスターティングメンバーとフォーメーションをご覧いただきましょう。三重川、厚川、徳武、砂森、前澤が今日先発ですね。左に前澤が入りました。そして前節左にいた福井がボランチ、菅井とボランチコンビを組みます。大高月は右、ディフェンスは右が厚川、左に砂森、センターバックが徳武と坂本、ゴールキーパーは三重川、ツートップは青木と畑ですが、畑は、開幕戦で得点を挙げています。それではグルジャ盛岡のフォーメーションをご覧いただきましょう。ゴールキーパー土井康平、ディフェンダーは久保、福田がセンターバック、左に田中、右に太田、そして、ボランチに川津と山田が入っています。川津が沼津から移った選手、そして、右に菅本、左に白石、菅本は今日の注目選手の一人、それからトップに埋めない、すでに2得点を挙げています。そして藤沼です。ヘディング、菅本のシュートでしたが、いいバッチング、ワンタッチでのクロス、シュートを打ちました。まあ、ワンタッチでクロスを上げたタイミングって非常に良かったんじゃないかと思うんですが、その後こぼれたボール、菅本今日何回かこういった形でシュートを打ってるんですが、少し抑えきれないという感じもありました。砂森、カーブかけてファーに上がっていく、パッチング、福井が拾う、左に展開する、クロス入ってくる、ヘディング、こぼれたボール、まだある、シュート打った、あー前に出た、もう一度振り返りを決めた、ゴールが認められました。沖が決めました。前半このまま行ってしまうのかという感じではあったんですが、青木が苦しいところでこのリバウンド、ここです。もう一度見てください、こぼれたところ、坂本、そして畑、最後に青木、粘りました。坂本ヘディング強い、これのところもう一度太田、チャンスだ、逆サイドからのシュートもダメでした。クロスバーを越えていきました。最後は菅井のシュートでした。ファーには太田がいます。徳武もあって左シュート狙った、スタブリー、焦りましたかね、後ろから行ってしまいました、ファール。あ、そしてここでタイムアップです。試合終了です、1対0。あ、決勝ゴールでも先制ゴールなんですけども、青木の笑顔も見られました。ベンチ、アスルクラの沼津はこれで連勝、盛岡の方は残念ながら、まあ、2試合とも惜敗と言っていいと思うんですけれども、連敗となってしまいました。